湧き上がってくる衝動、俺の中に何か凶暴な奴がたぎってくる。委ねろ、全てを委ねろ。これは俺の、どこに隠れた黒い剣士、これ以上まだ集体を晒すか。男の打ち込みか。この気は懐かしいな、友よ。奴にも同じ道をたどらせるか。貴様と同じ冥府魔道を。剣と甲冑を身に帯びた者に、いや、人間に可能な動きではない。杖なんてもんじゃねえ。人が悪いぜ。あんなすげえものもっと先に。カニバ、そんな生優しい代物ではないんです。危険です。これ以上あんな戦い方、ガッツさんは傷が癒えたわけではないのに。ドワーフによって作られた呪物、狂戦士の甲冑です。見事、この一騎打ち、貴様の勝ちだ。噂にたがわぬ、いやそれ以上の挑戦士よ。人としてお相手つかまつる。人として授かりし、この力を用いて黒い剣士を葬る。ドラゴン。お相手つかまつる。バカな、こらえただと。その攻撃を人間が。おい、今骨がいっちまったんじゃねえのか。甲冑です。甲冑が誰か手足を補強しているんです。ガッツさんに骨に食い込んで。どうしてそんなヤバいもん瀕死のガッツに着せたりしたんだよ。通称の堅牢を誇る我が攻欲の皮膚に亀裂だと、ありえぬ。戦い方がだんだん人間離れしてくぜ。人間、そう、あれじゃまるで、まるで。Oh.
攻撃に耐え雨津さえ傷を負わせる貴様、一体おい、あの体で暴れ続けたらガッツが死んじまうぞ。どうしよう、私のせいだ、また私どうすれば。あなたがやるのです。己の未熟を知り、力に溺れる危うさを知る今のあなただからこそできるはず。あの力の乱流の中の剣士殿にあなたが道を示すのです。やってみます、お師匠様。私、あの人を。これは炎、怒り。これがあの甲冑に宿る憎悪の乱流。これはガッツさんの憎悪が甲冑の王道を帯びて憎悪をなしたもの。いけない、流れに委ねてはあなたはあなたでいられなくなる。思い出して、自分が誰か。どうでもいい。どうでもいいはずがない。思い出して、あなたが旅するわけ、今戦っているわけを。どうでもいいもののために、人間の魂はこんなにボロボロになったりしない。旅、戦い、わけ、これは誰だ、知っている。思い出して、彼女の名はキャスカ。キャスカ。あなたの名はガッツ、楽園の剣士ガッツ。楽園の娘キャスカを守る者。さっさと逃げるぞ、敵が迫ってる。でもお師匠様がまだ。お行きなさい、もうこの森も長くはありません。巣立ちの時が来たのです。ここより出て己の道を探しなさい。あなたと過ごした日々は短かったけれど、私の長き生の中で最も安らぎに満ちたひとときでした。ありがとう、お師匠様。命はその形を変えるだけ。あなたの夢の中でまた会えるわ。目の前の運命をつかむか否かはあなた次第。あなたの巣立ちに祝福を、愛しき子よ。さよなら、私の日だまり。